こんにちは、世界のニュースチャンネルです。今回はゴルフプレーヤーヒンプソンについてです。以下引用。5月13日 AFP ジャニシゴルフ米国ツアーザ・プレイヤーズ選手権ザ・プレイヤーズチャンピオンシップ2018は12日フロリダ州ポンテベドラビーチの TPC フォーグラスで3日目が行われ、ウェブ・ヒンプソン米国は通算19アンダーで首位を守った。ヒンプソンは大会史上最多となる7打差をつけて最終日に臨むことになる。ヒンプソンの54ホールでのスコアは大会タイ記録となっており、同スコアを記録した1994年大会のグレッグ・ノーマンオーストラリアは最終的に4打差での優勝を飾っている。2日目を終えて5打差をつけていたヒンプソンを追いかけて、通算12アンダーの単独2位にはダニー・リー、ニュージーランド、通算10アンダーの単独3位には上がり6ホールで3バーディーを記録したダスティン・ジョンソン、米国が続き、ジェイソン・レイ、オーストラリアら5選手がさらに1打差の4位タイグループを形成している。2012年の第112回全米オープン選手権、2012 US オープンチャンピオンシップを制すも、2013年以降ツアー優勝から遠ざかっているヒンプソンはまだ18ホールあってやるべき仕事が残っている。記録に並んだのは知っているが、勝つまでは重要なことだとは思わないとコメントしている。 CAFP。 ご視聴ありがとうございます。毎日配信していきますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。